成績の首都は、前田玉子による日本のライトノベルのシリーズ。イラストは、山本トリオが担当している。集英社のコバルト文庫から観光。世界最北の大陸、豊か玉の中でも北にある国、玉見その中でも、さらに北部にある、アスカニーリ神殿で修行中の成績の子供、アラクセートとソラミーノは、ある依頼のため派遣されてきた。 二人の産後の人と共に凍ってしまった不登校へ行くことに。だが、旅の途中で世界を蝕む正気を放つ、モゲッシンの執念とも言うべきものに、アラクセ生徒がさらわれてしまう。彼女は以前にもモゲッシンによる神隠しにあっていた。その影響で能力をうまく制御できなくなっていた、アラクセ生徒だが、カジバの馬鹿力とも言うべき強運で、本来の力を取り戻し、事件を解決に導く。 その後、サンゴの使徒たちと共に世界を旅することになった二人は、ある事件をきっかけに、二人の公玉の使徒と公には、存在の明かされていない、混合石の子供、カネル王子に出会う。さらに、知人神殿に立ち寄った際、ソラミーノに急な知らせが届いた。知らせを受けて、サンゴの使徒と荒くせいとを伴い自宅へ戻った彼女の、前には、 行方知れずになった5年前と変わらぬ姿の兄が、数日後、変わってしまった現実を見て、再度行方をくらました兄を追うため、ソラミーノは家出を決行する。が、それは、ア荒ク生徒に読まれていたどころか、サンゴの人たちや神々の思惑があって成功したものだった。途中で再会したガネル王子を加え、手配されている、はずの知人神殿には、 極力立ち寄らない旅を続ける一行は、空見犬の兄の体を乗っ取り復活を遂げた、もげっ心に対抗できるのか。神の名の終わりが、いおとであれば、女神、み、うおであれば、大神で、これに乗っ取り、成績の使徒の使徒名も定められる。ごく稀に人間の子供の名付け親となる神もおり、その子供は、神のマナを与えられ、名付け親になった神の眷族である精霊に愛される、こととなる。 また、精霊たちは、それぞれの神の子供として呼ばれる。高度の高い石を抱いて生まれた子供ほど、長期を感知する能力が低いとされる。石の種類と色によって属性が異なり、それぞれの精霊たちが好む。血赤産後のように水属性でありながら若干、家属性を持つものなどもある。ありがとうございます。